皆様おはようございます。おはようございます。カラスの巣でございます。はい、本日はですね23都道府県目、うん、なんと長野県にやってまいりました。もう本当に初めてでね、お互いに何もわからないんですけど、移住人気ナンバーワンの県でもあるらしくて、白馬と上高地と軽井沢、うん、長野県でも有数の観光地を巡ってみたいと思っております。今は、関西方面から高速でやってまいりまして、あずさ川サービスエリアというところで休憩をしております。白馬マウンテンハーバーだったっけ、うんうん、そこのねアクティビティ使えるチケットをもらってるんだよね、うんうん、まずは、白馬のマウンテンハーバーに向けて出発したいと思います。はい、これをね食べたかったのよ僕は。食べたかったね。なんか観光地とか名物を調べてる時にこれは絶対食べると思ったから嬉しいです。嬉しいです。白馬マウンテンリゾートにやってまいりました。念願の念願リフトに乗って山頂に行きたいと思います。雪の景色からね、もう山のあの雪景色とかすごかったから、うん、紅葉とか、うん、ね、上から見た景色がどんな感じなのか楽しみです。はい、早速行きましょう。はい、出てきます。出てきます。今がここだね、うんうん、でゴンドラに乗ってマウンテンハーバーにはさらにちょっと歩くんだな。でここのシティベーカリーのクロワッサンだっけが美味しいらしいのでそれ狙いだね。できてるのもすごい幻想的だ。確かに綺麗だね。赤がどんどん濃くなっていきます。あー、くるくるくるよ。またまた来るよ。ガタガタ来るよ。あー、やばいやばいやばい。今回ちょっと長かった。そろそろ到着です。もうちょっとで到着します。なんかでもね、あのパンフレットみたいなのには7分から8分って書いてあった。結構だね。おー、一気に山が、おー、あ、すごいすごい、山が見えた。あれがかの有名な、え、すごい並んでない？すごい並んでるね。ちょっとやってみたくない？これいくらだったっけ？500円か。2人で1000円。いいじゃんいいじゃん。やってみたくない？やってみたいけどすごい並んでるよ。
までね。え、まあ、あれあったの。お父さん。お父さんがあれあった。どこにいるんだい。どこにいるんだいって言ったら並んでるなって。え？ヤッホースイングブランコ越えできました。めっちゃ楽しかったんだけど、いや2分ねひたすらハイジの曲が流れるんだけど足りなかった時間がなんかねすごい雲一つない快晴だからさ、 その中に飛び出していく感じがさもうすごかったね、うん、もうめっちゃ見晴らしいから、ね、で上は白銀、下はもう紅葉のね赤い色がバーって広がって、ね、この時期もありだ ね。さっきその店員さんの人が言ってたけど三段紅葉みたいに言うらしいよ、白と赤と緑みたいな。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんか今がちょうどいいですよみたいに言ってたからよかった、ね、こんな紅葉初めて見たね。ね、しかもブランコから、いや本当にこれは500円払う価値あるぜひおすすめです。じゃあちょっと隣のカフェに行こうと思います。すぐそこ。 You had me, I have you。 シティブーカリーの方に向かっています。 I have you, and you have me, that puts a bow up in the sky, tells the rain ceases. We've had up, we've had down.We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a color in the rainbow that shines like you. クロワッサンサンドの提供は10時半って書いてある。今が9時45分。見たくない。ね、なんかなくなるからって帰ってきたけど。実は10時半からなんだね、提供は。でもなんかスコーンとかもめっちゃ美味しそう。ね、美味しそうだね。We're strong as a maple, twice as sweet. We've had ups, we've had downs. 食べますよ。でかい。ニューヨークサイズ。スコーンの味はどう？サクサクしてて美味しい。うん。うん、紅茶が香る。へえ。最高ですか。景色見ながら。最高ですか。お。ベーカリーさんです。コーンとクッキー食べてきました。なんかコーヒーも美味しかったしね、うん、全部美味しかった。スープも美味しかったし、ね、クラムチャウダーね、うんうんうん、美味しかったしね。いや、あの景色見ながら、うん、すごいね、よかった、うん、めちゃくちゃいいよね、うんうんうん、なんか10時半からね、そのクロワッサンが名物というかね、うん、あの食べれるんですけど、まあ、ちょっと時間的にもね次に行きたい気持ちもあったので今日は僕ら食べませんでしたけど、うん、今ちょうど10時半ですけど、すごいそちらも行列ができております、うん、僕らはちょっと先に満喫できてラッキーだったかなと思います、はい、朝市をおすすめします。はい、はい、まだちょっとチケットがね、うん、もう少し残ってるので、うん、なんかアクティビティとかできたらいいなと思ってるので、はい、ちょっと散策しながら探したいと思います。はーい、めっちゃわしゃわしゃ。Knew you'd fit me like a glove The day I fell in love With the way you said my name I know it sounds crazy baby Try to understand me please do Ooh, ooh, ooh I knew you'd fit me like a glove The day I fell in love With the pictures in my head I know it sounds crazy Maybe one day I could share them with you Ooh, ooh, ooh And I really don't mindWaiting as long as it takes you. I've been waiting. リフ
フトから戻ってきました。リフトもリフトですごい良かったね。迫力ありました。迫力あったね。景色がねバーンって見えるからね。ね、良かったね。ちょっと名残惜しいですが、ゴンドラで下山しようと思います、はい、まだチケットが余っているので下のちょっとショッピングセンターで何かいいものを購入しようということになりましたので、一旦ゴンドラで下山して買い物をしたいと思います。下り怖いんだけど。ちょっとね、でも乗らないと帰れないからね。乗りましょうか。リフトからすごいゴーゴー音が聞こえる。やばいね。やっぱだってめちゃくちゃ揺れてるもんね。あれは中にいたら怖いよ。さて、すごい。ここからちょっと恐怖体験が来るよ。前の人が言ったよ。怖いよ。Me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby. Try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind.Waiting as long as it takes you. I've been waiting for so long. サイダーとかね、美味しそう。あちらにも美味しそうな泡の飲み物がありますよ。いいね、お酒買う？そうだね。ナイアガラがいい。白馬マウンテンハーバー堪能してまいりました。めちゃくちゃ良かったね。めちゃくちゃ良かった。最後にいただいたクーポンが余っていたのでお土産も買うことができて非常に満足いたしました。新緑の季節も綺麗なんだろうけど、紅葉の季節もねめちゃくちゃ良かったので、どっちの季節もちょっと行ってみたいなと思う場所だったね。ここからは、白馬にはちょっとパタゴニアとスノーピークのね、おしゃれなお店もあるみたいなので一旦そちらの方に行ってみたいと思います。Is it gonna
下道で軽井沢まで向かっていたら、おやき食べたいって言った直後に、おやきファームというめっちゃおしゃれなお店を発見しました。行ってみたいと思います。はい、楽しみだ。はい、販売状況により営業時間内に商品完売となる場合がございます。やっぱ人気店なんだ。結構車止まってるもんね。おやきこんなおしゃれなイメージないんだけどね。Stepping out of the shadow in my room, caught between cowboy clouds and misty moon. Silver dress, sparkle eyes, crystal blue. なんか見た目からテンション上がるよ。すごい景色もいいね。ね。まずかぼちゃ。切り干し大根、野菜ミックス、ネギ味噌、8つ頼んでみます。1個250円ぐらいだった。そうだね、うん、でもなんか工程がね、うん、見えたからさ、作ってる、そうそう、見学が ね、撮影がちょっとダメだったけど、うん、それを見るとね、嬉しいね、食べれる、うん、一点にする。かぼちゃどう？間違いないね。間違いない。甘い？めっちゃ甘い。ああ、デザート系？いや、おかず系だね。おかずになる。うん。うん。うん、やっぱ出来たて違うね。これうまいわ。うん。柔らかい生地が。ね。こんな感じです。なんかコンビニで三角のおにぎりと丸いおやきで これもペリってめくって食べれるようにしてほしい。このおやき朝ごはん、うわ、めっちゃ食べれる、うん、そういう朝ごはんやかも、うん、朝はね、文学堂っていうところも食べて、昼はいろは堂を食べて、夜は夜はどこだろうね。いや、いいね、まあ、おやきファーム良かったですね。おやきファーム良かった。ぜひ寄ってほしい。うん、寄ってほしい。おしゃれだもんね。うん、かわいかった。では、はい、ちょっと寄り道しちゃったので、うん、軽井沢に向けて再出発いたします。はい、運転を交代いたします。はい、お任せください。Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around.謎のスキップが始まりました。リズムを刻んでます。人がいなかったから浮かれてみた。Stepped into a dream. Now I barely want.
gonna sing. Well, my voice feels fine, but there's nothing left to say. I try searching for her face, but lately the clouds are in the way, and her phone works fine. I guess she's got nothing to say. I'm just a songbird in a cage, half screaming, and if she can't see through the haze, what's the point of songs again? すごく設備もしっかりしてるし、露天もね広くて見晴らしも良くて、星空もすごい綺麗。確かに確かに、うんうん、気持ちよかった、ね、いや軽井沢、うん、いいね。まあ、今日はね白馬から移動してきたけど、まあ、今度は何かの記念日とかに泊まりで ね来てもいいし ね。この辺が道の駅がないんだよね、どうしても軽井沢、うん、なので、あ、公園、そうだね、車中泊の本とかにも載ってるみたいで、うん、その公園が、うん、だから今日はその公園に行って、うん、車中泊したいと思います。まあ、プシューをちょっと買ってそうだね、迎えたいと思います。はい、本日の車中泊場所に到着しました。軽井沢駅の近くの公園に行ってみたんですけれども、車は1台もおらず、かなりトイレまでも遠かったりと、いろいろ不便がありそうだったので、車で30分ぐらいかけて最寄りの道の駅までやってまいりました。やはり道の駅は安心します、ね、うん、今はシェードとかも張り終えて寝る準備も終わったとこです。本日の夜のお友達をご紹介します。セブンで見つけたご当地ビールです。クラフトザウルス、もう一つは柚子の香りがついたビール。うん、安い